仙台市では21日に、沿岸部と中心部の2か所で実施する予定で、中心部のコースは午後5時半前に、地下鉄東西線国際センター駅を出発し、定禅寺通りの県民会館の前まで30分ほどかけてリレーする計画です。 夕方の帰宅の時間と重なるとして県に対し取りやめるよう要請し代替案を示したということですあの密集を避けることが難しいのではないかしらということもあって代替案として、えー、と仙台市の陸上競技場内での走行に、えー、振り返っていただくことが望ましいと を考えましてこれについては県に対して要請をさせていただいたところです郡市長は中心部を走る予定のランナーが当日式典が行われる仙台市陸上競技場内を走る代替案を県に要請したということですこの要請を受け県は大会組織委員会と協議した上で今週末までにコースを変更するかどうか決定したいとしています なお、仙台市では、同じ21日の午後4時過ぎに、若林区の震災遺構、荒浜小学校をスタートし、沿岸部を走るコースについては、現時点で取りやめの要請はしていないということです。